そう遠くない未来、過激な民族主義を燃え上がらせた東亜連邦は領土回復を主張して公海上に軍事力を展開。12月23日未明、ついに海保隊員を拘束の上、日本の領土ハルマ群島初島を占領した。急遽隊員救出に向かう第五護衛隊軍。しかし彼らの前に立ちはだかったのは、空母グルシャを旗艦とする東亜連邦機動部隊だった。映画空母息吹より、ボイスドラマ第五護衛隊軍各戦えり女子部第2章。機長、前方に初島です。ああ。レーダーコンタクト、ワンナイナーゼロ、シックスティーン、エンジェルワンゼロ、向かってきます。この距離で探知ってことはステルス機だ。東亜連邦ならミグ35か。目標視認。 Warning. Flying over this area is strictly prohibited. Evacuate from this airspace immediately. ふざけるな。領空侵犯してるのはお前らじゃないか。那覇 DC、 こちらダッグ2、警告射撃を受けた。ダッグ2、こちら那覇 DC、 反転起動せよ。繰り返す。直ちに反転起動せよ。了解。直ちに起動する。だがミッションをこなしてからだ。初島を撮影するぞ。了解。無茶するな。レーダー発射者、ノックオンされた。来るぞ。何？ミサイルだ。ブレイクライト。了解。ダック2、応答せよ。こちら那覇 DC。 繰り返す。ダック2、応答せよ。こちら那覇 DC。 ダック2、応答せよ。こちら那覇 DC。 ダック2。大村さんさ、航空自衛隊の偵察機が撃墜され、戦後初の戦闘犠牲者が出た。これを武力攻撃事態と認定した内閣総理大臣垂水慶一郎は、自衛隊全部隊に対して防衛出動を命じた。それは自衛隊史上初めてのことであった。伊吹艦長から各艦に達する。防衛出動が加令された。これは訓練ではない。繰り返す。防衛出動が加令された。対空対戦警戒を厳となせ。防衛出動加令。私は我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、淵上にさ、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結厳正な規律を保持し、常に徳相を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感を持って先進職務の遂行にあたり、ことに望んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓います。ハルマの上空で散ったパイロットは、ミサイルが接触する間際、この服務の先生を念じたと思います。二人の仇は必ず取ってやります。淵上、戦場でその思いにとらわれると士気の目が曇る。は、私たちがやるのは敵討ちじゃない。アジアの海での軍事侵略がいかに傲慢で無謀で愚かなことか、力でしかわからないのなら力で示す。防衛出動とはその力のことだ。日付が変わって24日になりました。世の中はクリスマス一色ですか。スクリューオン探知、一時の方向、距離5マイル、震度600。また奴らか。いえ、これは米海軍シュミット級です。その後方にロシアのアルファ級、
おそらくイギリス、フランスの原戦も近くに潜んでるはずです。オレキレキが様子見というわけですか。引き続き対空対戦警戒を弦と出せ。イーグルアイから息吹へ、敵空母から戦闘機発艦。戦闘機5機向かってきます。ミグ35、現在の距離は？我が艦隊との距離400マイル、敵のミサイル射程圏内まで約20分です。息吹から各艦に達す。対空戦闘用意。対空戦闘用意。対空戦闘用意。はい。敵機レーダー発照射、ロックオンされました。位置は？方位220、距離75マイル、高度30000フィート、速度マッハ 1.8 変わらず、5機ともに接近してきます。降ってくる。敵機ミサイル発射、発発向かってきます。距離50マイル。 CIC から艦橋へ敵機ミサイル発射。頼むぞアスタカ。いいか、全ての訓練はこのためにあったと思え。はっ。対空戦闘用意。対空戦闘用意。全艦班 VLS 1番から8番、対空ミサイル発射用意。砲雷長、目標8、一発も撃ち漏らすな。任せてください。目標データ入力完了、発射用意。よし、てアシタカ、対空ミサイル発射。8発とも迎撃コースに入りました。目標との距離6マイル、接触まで10秒。9 8 7 6 5 4 3 2。全ミサイル撃墜しました。よし、ミサイル全て撃墜。砲雷長。はい。敵は5機編隊だったはず。5？ 敵のミサイルは8、各機2発ずつとして1機撃ってない。11時の方向に敵機、イーグルアイのレーダーが捉えています。距離210マイル、超低空で接近。アシタカ CIC へ。こちらアシタカ。一機超低空で侵入してくる。攻撃位置で必ずホップアップする。その瞬間を捉える。撃墜せよ。撃墜？本気ですか？命令だ。艦橋から CIC へ。艦長、この距離で撃墜すればパイロットの脱出は難しい。そこを逃したら次のミサイルを撃たれる。ここはすでに戦場。コンタクト、方位200、距離5マイル、高度100フィート。対空戦闘用意。対空戦闘用意。敵機ミサイル2発撃ちました。全艦班 VLS 9番から11番、対空ミサイル発射用意。目標データ入力完了。でアシタカ、ミサイル発射。目標まで距離3マイル。敵ミサイル撃墜。一発敵機に向かいます。撃墜しました。忘れるな。この実感は忘れずに覚えておけ。副長から達する。パイロットの捜索を行う。各艦に伝えろ。諦めるな。パイロットの生存確認できません。繰り返す、パイロットの生存確認できません。自衛隊は初めて敵機を撃墜し、パイロットの命を奪った。防衛出動が出た以上、当然のことだとあなたは言うだろう。そこに何のためらいもなかったか。新浪二さん、力を持つということは必要な時にひるむことなくそれを使うことだ。私たちはすでに敵機のミサイル2発を撃ち落としていた。敵はそれ以上の攻撃を仕掛けてきたか。
本当に撃墜の必要はあったでしょうか。必要はあった。パイロットならわかる。パイロットなら。戦後日本最大の危機、松島が占領されたということか。仕掛ければ戦闘になります。ここはすでに戦場だ。全ての訓練はこのためにあったと思え。我が国は絶対に戦争はしません。最大戦争、最大戦争、撃墜せよ。運命の24時間が始まる。総員、衝撃に備え。空母いぶき。